はい、皆さんこんにちは、ムンです。今回は第13回プアップカップの7段昇格ボスに挑戦していこうと思います。今ねちょっとねボーナスタイムが来ているのでチャンスなんですよ。なのでやっていこうと思いますと言いたいところなんですが、ちょっと魔力が足りないのでエールをギルメンさんに配ってきますので少々お待ちください。はい、お待たせしました。それではねちょっとやっていこうと思います。デッキはねこれでいきます。もうボスで殴ります。よかった、なんか盾とかついてなくて3段でね赤の盾がつくんですよね。あ、おお、いいじゃん。マジで全体攻撃かよ、知らなかったよ。はい、全体攻撃は予想外だったな。困った困ったよいしょ、とりあえず消す。どうだ、はい、あ、よし、やったー、いけました。はい、こんな感じでした。やったね、1200ももらえるんだね、満期ですると。はい、で7段昇格やったー。はい、ということでね、短いんですけど今回はここまでにしようと思います。次はねちょっともう一本取ろうと思ってるんですよ、プアップカップ。8段9段10段どれかもう一本取ろうと思ってますので、ぜひお時間あったら見てください。ではご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちらサブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。